大磯町です。というわけでマーシがお送りしますバンドリー。さあというわけで皆さん、4月になりましたね。早速ですが、4月のガルパが一体どんな風になっていくのか、予想また確認をしていこうと思います。それでは4月の誕生日キャラから見ていきましょう。今月はなんと3人もいるんですね。まずは4月の6日、白崎千里様でございますね。私のご主人様の千里様が4月6日誕生日でございます。こちら誕生日記念のプレゼントもありますし、さらに誕生日記念のガチャもありますので、お忘れがないように。そして4月10日は御嶽蘭ちゃんが誕生日でございます。こちらも誕生日記念のプレゼント、さらに誕生日記念のガチャがありますよ。今年御嶽蘭ちゃん一体どんなプレゼントをもらうのか注目です。そして4月15日は宇田川智恵ちゃんがそいやそいやしちゃいますよ。誕生日記念のプレゼントもありますし、誕生日記念のガチャもありますので、お忘れなく。4月はなんと序盤にですね、3人も誕生日を迎えちゃうんですね。そして4月のイベント予想でございます。3月末から今始まっているのがハロハピの箱イベでございますね。そして公式の方からですね、モルフォニカのイベントが4月上旬にアプリ内で実装されますよというお知らせが来ておりましたので、まあ4月10日これはモルフォニカの箱イベという説がかなり濃厚なんじゃないかなと思っています。そして4月20日から4月末にかけては今後でさすがに来るのかなというところで、4月末においてはちょっとワンチャンね、ポピパカパスパレの箱入れがちょっとあるかもなとは思ってはいるんですが、やっぱり今後の方が可能性は高いのかなと思っています。それでは4月の新規星4メンバー予想に参りましょう。4月このキャラクターは星4で登場するだろうというキャラクターを紹介していきます。まずは期待度星さんのキャラクターでございます。今回やっぱりモルフォニカの箱指が4月ほぼ確定してますので、やっぱり桐ヶ谷東子ちゃん、広町七海ちゃん、双葉つくしちゃん、八潮瑠衣様はやっぱり期待度はかなり高めかなというところで、あとアコちゃんもね、年末年始で今星4実装されて空いてるので、まあ、そろそろアコちゃんも来てもおかしくはないかなと思っています。そして期待度星4のキャラクターでございます。やっぱり注目したいのは2020年でまだ星4が実装されていない3人、花園たえちゃん、上原ひまえちゃん、奥沢美咲ちゃんにはかなり注目していきたいと思っています。まあ、奥沢美咲ちゃんはね、やっぱりあの星4総数結構多いんです、10人いるので、まあ、まだちょっと先になるかもなとは思ってはいるんですが、期間的には空いていますので、まあ、実装されてもおかしくはないかなと思います。そして倉田真白ちゃんも今回のモルフォインカの箱入れではやはりね、星4になるメンバーとしては最有力候補になるのではないかと自分は思っています。そして期待度マックス星5のキャラクターでございます。やっぱり2019年11月から星4が実装されていない丸山彩ちゃん、若宮いぶたぞ、そして白金凛子ちゃんにはもう超期待したいですね。彼女たちにはもういつ実装されてもおかしくないと言ってもいいでしょう。さらに今パスパレのね、枠が結構あるので、やっぱりパスパレの箱入れがある可能性も考えると、白崎千里様にも期待が高まると。この4人はですね、今月要注目です。今月もちょっとヤバそうだな。今から嘘をつくわよ。実はね、私目薬がさせるの。シンプルに可愛いです。